向こう行ったぞ一人も逃がすんじゃねえ必ず見つけ出してぶっ殺せなあ、待て、大声出すな。落ち着け。そこだと見つかるかもしんねえから、こっち来い。ここなら、しばらくは安全、かもな。怪我はないみたいだけど。 震えてんな。当たり前か。一応聞くけど、なんでこんなとこにいるんだよ。あ、ああ俺の忘れ物を届けに。なるほどな。ああ、完全に俺の責任だわ。今日は外に出るなって伝えとけばよかったな。 そう。今は取引相手との交渉中。ブツを持ち逃げしようとしやがったからな。ああ。大事なもの。それにしても、お前がそこで隠れててくれて助かったよ。見つかったらやばい、って。そういうことは言わない方がいいか。ああ。怖い、よな。 やっぱ俺といると、こういうのに巻き込んじゃうな。お前は一般人で、俺は、ごめん。怖いお前させないって言ったのに、結局こうなった。俺と出会ったせいで、お前は、いたた、何。なに 後悔ななんてしてしいでもこんな彼氏嫌だろ <laughs> 覚悟を決めてんの <laughs> でもこの先ずっと怖い思いするかもしれねえしえ俺が守ってくれるから 大丈夫 <laughs> なんだよ、それ。そんなの、当たり前だろ。お前は、俺の全てなんだから。どんなことがあっても、守るに決まってる。 お前がそんなに信じてくれてんなら、俺も覚悟決めなきゃだな。お前、俺の家知ってるよな。今からそこに向かう。ルートは結構危ないんだけど。ほら、あそこ、人が少ないのわかるだろ。ちょっと強引にだけど、そこからが一番家に近いから。怖いか <laughs> 少し 絶対、守るから。お前は、俺の手を離さないことだけ考えてて。あ、そうだ。んなんで手にしたのか気になるこうすれば、他のことなんて考えられないだろあ <laughs> ごめんって。もうふざけないから。<laughs> <laughs> 心の準備は OK よし行くぞ動画見てくれてありがとう ASMR 動画は毎週金土日曜日に投稿しています気に入ってくれたらチャンネル登録してまた聴きに来てねバイバイ